こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は a マゾン室、まあ大切なこと。まあ、セラーセントラルを毎日チェックするということをね、えー、徹底してください。これ毎日チェックしないとね、売れなくなります。これ習慣化云んということじゃなくて、まあ a z o n がね、えー、この出品者はきちんとビジネスをやってるか、まあその判断をするのに、Amazon からの連絡、きちんと返事をしてるか、チェックして返事をしてるか、 あるいは購入者からの連絡、きちんと返事をしているか、チェックしているかというのがあります。それがね、まず、このセラーセントラルの、この旗の横にね、数字が書いてあることあります。その時はね、アマゾンが何か重要な連絡をしてきてますんで、数字をクリックして表示された文章をね、私に送ってください。まあ、これは読むだけで大丈夫ですとか、この返事をしてくださいとか、こういう操作をしてくださいという指示をします。 旗の横に、ね、数字がないかを毎日チェックすると。それからもう一つ、ね、購入者からメッセージがないかをチェックする。これ購入者、ね、バイヤーと言います、ね。バイヤーメッセージ。これゼロになってますけど、まあ、ここは、ね、数字が入ってないかどうかチェックする。数字が入ってた場合は、やはりクリックして、その何が来てるかをコピペして、私にチャットワークで送ってください。まあ、こういう返事をしてください。 あるいはこういう操作をしてくださいというふうにね、えー、指示をします。これね、まあ両方ともこの数字あるかないか、えー、見るだけですから、まあどんな遅くたって1分もかかんないです。ね、えー、まあ普通に考えれば10秒ぐらいで終わりますのでね、えー、これはめんどくさからず、Amazon を始めたら毎日チェックをしてください。ね、24時間以上、えー、読んでない、えー、返上してないというのはね、えー、このカート取得、あるいはアカウントの状態に悪い影響を及ぼします。 まあ他でせっかくね、いい商品見つけて、過剰在庫を持たずに、か,かつ品切れを起こさずにとか、いろいろね、めんどくさいことやってる中で、たったこれだけ、毎日10秒の作業をね、えー、サボったばっかりに、アカウントの状態が悪くなってしまうというのは、まあ、本当、非常にもったいないんで、アカウントを作ったら、これは必ず、えー、徹底して行うようにしてください。またね、これでどうなってねんでしょうとかね、えー、こういうのが来てましたとか、まあ、どう,う変うにしますか。 ね、えー、ご質問確認ね、ご報告お待ちしてます。アマゾンのサポーター堀秀夫でした。